はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医、株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、油圧式、射出清潔機のですね、トラブルについてお話をしたいと思います。もう非常にですね、暑くなってきたですね。もうまだね、今日から6月なんですけど、もうすごいもう真夏日のようなですね、こう太陽の照り方で、こんだけ気温が上がってくるとですね、冷却水も冷えなくなるっていうトラブルがですね、だんだんこう増えてくるのかなと。で、中でもですね、この油圧式の射出清潔機は非常にその温度がですね、気温が高くなってくると、この油圧っていうのは油を使って、こう機械、プレスをですね、ぐーっとこう高圧で圧力をかけてですね、でプラスチックをこう成形したりとかこうされてるんですけど、このですね、油圧式の射出成形機は、油の温度がですね、このものすごい高圧、油をですね、圧縮するときにですね、この圧縮熱っていうのが発生して、油っていうのはすごく温度が高くなる。そのためですね、この油圧の油をですね、常にこう冷却水で冷やしているっていうことをですね、されてます。で、この時、冷却水、冷却筒でのですね、冷却水の水温がこうしっかりこう冷え切らないであるとかですね、それとかその油を冷やすためのオイルクーラーっていうところがですね、例えばスケール、カルシウムとかですね、マグネシウム、シリカ、こういったものがそのオイルクーラーに付着をするとですね、今度油をですね、冷やせなくなるということになります。大体その油の温度はですね、機械によってこう設定温度があると思うんですけど、一応その高温になるとですね、機械が停止するっていうようなですね、仕組みになってます。そうやって油の温度が上がってしまうとですね、機械が止まることによって、生産がですね、停止をするということです。この射出成形機のですね、冷却水の水質管理っていうのは、当社もですね、結構何社かやらせていただいておりまして、やっぱりこう夏場になるとですね、オーバーヒートをするというお話がですね、ございます。しかし、冷却水しっかりですね、水を管理してやるとですね、そういった冷えない、油が冷えないというようなトラブルはですね、改善することができます。はい、いずれにしてももうこれからですね、8月、9月に向けてですね、そういった冷却水のトラブルっていうのは非常に増えてきますんで、やはりしっかりとですね、した水質の管理を日頃から行うっていうのはとても重要じゃないかなというふうに思っております。はい、本日は油圧式射出清潔機のですね、トラブルについてですね、お話をさせていただきました。はい、そういった冷却水のですね、トラブルでお困りの方にですね、今冷却水の無料診断サービスっていうのを行っております。ペットボトルにですね、水を入れて当社の方にお送りいただきますと、水を分析にかけてですね、どういったものがこうスケールとして生成されているのか、それがですね、どういった原因の測定をですね、行って改善の方法なんかを提案しておりますので、ぜひご活用いただければなというふうに思います。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水の水温がもうむちゃくちゃ高いとか、オイルクーラーがもう全くこう冷やしきれないとかですね、あと冷却水の配管が詰まって水量がかなり低下しているとかですね、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジンと検索をいただけますと詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。